十何日ですね。やるしかない。もうやるしかないですよ、ここまで来たら。撮ろう。もうずっとね、頭の中はね、朝から晩までね、日本一っていう言葉しかないです。はい。おはようございます。ナースケです。やばい、もう声がやばい。なんで死んでんの、これ。やばい。え？ということでですね。暗、顔暗。黒いのか。今、5時15分。今日はですね、減量のこの枯渇生活の一日の、全てをですね、お見せできればなと思っております。正直ね、普通の人がこの生活を真似をするっていうのはあんまり良くないかなとは思います。僕は結構大会に出るので、大会仕様の一日になってると思うんですけど、あんまりね、眠いね。そう、真似は良くないと思うから参考程度見ていただければなと思います。朝一の空腹有酸素にまずは行きます。ちなみに朝一の体はこんな感じです。ふむふむ。昨日ね、炭水化物を入れたから結構なんかね、体はねちょっと張ってる気がしますね。脂肪はね、ないっす。こんな使わ状態だけどね、微妙に残ってるから、微妙に残ってる、脂肪ないんだけどもう微妙に残ってるんで、どっちやねん、どっちやねん。残りの脂肪を削り落とすっていう作業をしていきます。よっしゃ、気合入れていくよ。有酸素から帰ってきました。もうね、有酸素の帰りは楽しみすぎるの。なぜならですね、ご飯が出来上がってるから。カメラが落ちそう。これがね、あ、すんごい忘れてたんだけど、実はね、昨日のうちに夜ご飯を仕込んだんです。おーい、あ、ばいばい、こう、おっきい、え、びっくりしちゃった。おーい、昨日の僕ということで、昨日のナースケにやってまいりました。もう炭水化物が入って元気でしょうがない。え、あなたはどうですか？おいしい？これから夜の仕込みをやっていきます。もうこれでね、すべてが決まりますから。この一日ですべてが決まるけど、一日じゃなくて夜だよ。誰が話してんのこれ。僕だ。やばいね、ちょっと。使う食材はたったのこの4つ。簡単そうでしょ。どこにピント合ってんねん。怒るよ。まずはじゃがいもちゃんを入れていきます。皮ごと。栄養があるからとか言いつつ、めんどいから。550g、 600g 入れたいけど、でもちょっと今回はキノコを多めに入れます。胸肉ちゃん、ドドスコ、ドドスコ、ラブ注入、間違えた、タンパク質だった。ドドスコ、ドドスコ、ラブ注入、間違えた、タンパク質だった。キノコのこのこ、元気のこ、それは本当にあなたの嘘っけ。キノコの、こっからが大切。最近ね、これを使ってるんです。ジャワカレー。こいつがね、脂質がねマジで超少ないから、これを1日かけて食べるカレーを作ります。一旦シェイカーに出す。このまま飲んじゃったら、もしかしたらタンパク質になっちゃうんじゃないの。タンパク質みたいに筋肉できちゃうんじゃないの。でもめっちゃいい匂いする。 It's shaking。 ドドスコ、ドドスコ、ラブ注入。誰かこのシェイカー使うときカレー臭かったらごめんね。いや、僕しかいねえよ。あとはキャベツのこのこ、元気な子で、こいつに蓋をしていきます。蓋をしたら準備は整った。キャベツをかぶせたぜ。今見に来た人、こいつ何キャベツ鍋にかぶってんのって思うじゃないですか。初めから見た人も多分思ってるから大丈夫。で、この中にね、ズドンって入れてこいつをかぶせます。これめっちゃ簡単なんだよね。自動メニュー、カレーシチュー、明日の朝にできるように。これで明日の朝にカレーは出来上がりです。明日の朝に戻します。いってらっしゃい。はい、ありがとうございます。もう昨日の僕元気そうで何よりですね。はい、昨日仕込んだご飯がどうなっているのか。おー、キャベツがしっかり柔らかくなってそう、美味しそう。やばいよ、テンション上がってきた。あやい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 や、できましたよ。見て、キャベツがしなしななのと、じゃがいもちゃんができてる。そしてね、胸肉とかも柔らかくなってそうで、
このねほらキノコもねすんげーうまそう。逆さキノコもうカロリー落としてるから朝のプロテインもねちょっと入れちゃうとすんごいお腹減るから胸肉とかに変えてます。普通の原料とかあったらプロテインとかも飲んでいいしいろんなサプリメント頼っていいと思うんだけどこれ美味しいのよ。 PHD のプロテインめっちゃ美味しいからさ僕減量期初期めっちゃ飲んでたんだけどそれでも体重落ちるから今のカロリーだとねちょっとねお腹が減りますねやっぱり、うん、結構きつくなってくる。これ美味しいからめっちゃおすすめです。僕のお気に入りプロテインで、あとはねサイチは脂溶性のビタミンが入ってる油で溶けるビタミンが入ってるものを1回だけ飲んだりしてます。あとマルチビタミンで鉄亜鉛も入ってるっていうこんな感じですね朝の食事は。ということでいただきます。しなしな、うん、カレーなのよ。もうカレー野菜カレーみたい。美味しい。美味しいとね噛む癖がないから100回噛めって言われたこの前ブーちゃんに。お腹が減るって言ってたらブーちゃん100回噛めって。見てこれ、ほらカメラがもうやっぱり食に感謝ですわ。汗かいてから着替えちゃったんだけどこれからもう会社に行きます。まあ、5時起きとかが結構多いんですけど、一つは会社があるから作業時間を物理的に増やすっていうのは一つあります。あとは大会がね朝早いからそのトレーニングですね、自分の体を慣らすっていうこのトレーニングです。他の選手もねいろいろとやってきてると思うんですよ。で僕なんか特に他の人の倍やらないと日本一になれないと思ってるんで早起ききついとか言ってらんないですね。僕はやるしかない、目標のためにやるしかない。だから会社の準備をしていきます。よいしょ。会社もねいろいろ持ってかないといけないの。とりあえずタンクトップ、これはねこれからトレーニングするから。そしてまあ靴とかもね持っていきます。これはエイトからもらったやつ、誕生日プレゼントでもらいました。この PHDA の BCAA、 これは命です。僕のね筋肉を削らないような命と、あとお弁当ですね。さっきのねじゃがいもとかキノコとかが詰まってます。やべ、お箸忘れてた。エビスちゃんのお弁当箱とお箸、塩コショウもね、何かあった時のために持ってきます。何かあった時ってなんやねん。あとはジムでスーツに着替えるのでスーツを持ってきます。リュックサックでこんなでっかいんだけどね、今日は出勤だからパソコンとかがいろいろ入ってます。こんな感じでこれから会社に向かっていきます。よっしゃー、会社行く前にジムなんだけどね、今日も一日頑張るよ。昨日炭水化物入れたからちょっと調子いいわ。ということでジムに行きます。行きましょう。 Yeah Let's goI'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah.And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner.今会社の帰り道です。仕事が終わって20時ぐらいになっちゃいましたね。いろいろと仕事の業務は終わってたんだけど自分でやらないといけないことがあって帰り道でちょっと休憩してます。撮影がてら休憩してます。帰り道が一番しんどいですねこの時期。結構エネルギーがね切れちゃって顔もね結構黒くなってきちゃった。これから帰ったらね夜ご飯が待ってるって思うとね、もう早く帰りたくてしょうがないんだけど足が動かん、とにかく足が動かんからねちょっと動かします。今日の仕事は終了。ここからね一日の後半の部やってやりましょう。行きましょう。着いた、家に着いたよ。やっとだよ、もうね疲れたよ本当に。ご飯食べよう、ご飯。じゃがいもが待ってるから。ケチなんだけど、ほら見てわかる、じゃがいもね朝から保温してます。なぜならもうチンする時間すらねもったいないと思って、いやチンした方が安いやろってバカかアホなのか今は思った。もうやばいね、頭回ってないわ。ちょっとご飯食べていきます。最後の夜ご飯はこんな感じよ。垂れないでねカレーちゃん、垂れないでね本当に。胸肉1個とじゃがいも1個少ねー。昨日炭水化物が多かった分やっぱり反動が大きいですね。でもね1日置いといたからちょっとトロトロになってるの。ということでもう食べていい、すんごいお腹減っちゃった。いただきます。これで食べてたら怒られるよねお母さんに。僕んちだったら絶対怒られてるもん。これができちゃうのが一人暮らし、一人暮らし最高。ダメだよねこんなことやったら本当にもう怒られちゃうよ本当に。どうしよう。じゃがいもうまい、最高にうまい。
肌カサカサすぎてこのワセリン買いました。ワセリン塗るとねなんかねすんごいねもちもちになるんですよ。カサカサがすぐ治る。こんなでっかいワセリン見たことある？僕の顔のさまあ半分ぐらいじゃね。もうあっという間にご飯食べ終わっちゃったよ。悲しい。これが減量なんだよな。大会前の減量は結構きついですね。やっぱり今ねディプリートっていう作業、炭水化物を枯渇させるっていう作業は一番きついと思うこの時期だけど、これをやりきったら大会は勝てると思うから、僕は今モチベーションは大会に勝つっていう、ただそれだけです。勝つ想像しかしてない、正直。なぜなら勝つ想像しないと自分のメンタルがやられちゃうから僕は弱い人間なんで、すぐねメンタルやられちゃうんですよ。すぐね涙出てきちゃうんですよ。だからポジティブにポジティブに毎日生きてやっていく、笑って生きていく。笑えない時もたまにあるんだけどね。だけどみんなのおかげで笑えてます。頑張ります。有酸素3本目に来ました。全部で消費カロリーは1000ちょっとぐらいかな。1日有酸素だけで消費します。あと代謝で全部で3000キロカロリーぐらい消費してればいいかなっていう感じです。この後明日のね食材を買いに行こうかなって思ってます。仕事の帰りよりかはご飯食べたから足は軽い、軽くはないか軽くはないけど、まあもうちょっとね多分いけると思うんで、ここね追い込みどころです。夜が一番しんどいけどね頑張ります。さすがに疲れた、さすがに疲れたよ。もうこの疲れを取るには地獄谷の湯、これでお風呂に入ります。今日はもうお風呂入って YouTube の編集して終わり。今日はね頑張った、頑張ったよ。自分の中で頑張ったというろれつも回んなくなってきてね結構大変なんですけど、お湯がね結構溜まるの時間かかるからね、少し休憩してからお風呂に入りたいと思います。気持ちいい、気持ちすぎるお風呂に入ってきました。40分ぐらいね使っちゃったよ。かなりね水が抜けて、こんな感じです。胸のね血管とかもすげえ血走ってて、パンプしてないけど結構血管が出てるって感じですね。あーきつい、ポージングが一番きついのよ。とりあえずね枯渇生活2週目に入りましたが、とりあえずはまだ元気かな。ラストスパートです。これがラストスパート、最後の枯渇生活。大会もねあと十何日ですね。やるしかない、もうやるしかないっすよ。ここまで来たら取ろう。もうずっとね頭の中はね朝から晩までね日本一って言葉しかないです。日本一やりきる、日本一を取る。本当にね頑張ります。これから YouTube の編集しますが、僕の一日はこんな感じでした。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。